皆さん、привет! こんにちは、ナシチャです。元気ですか？皆さん、質問があります。皆さんはロシア語の言葉をどのくらいご存知ですか？多分6個くらい知ってると思いますね。それはズラステとかプリベットとかの以外ですね。で、なぜかというと、実は日本語の中にロシア語あります。まあロシア語の言葉ありますね。皆さんはもう多分せめて1回でも使ったことあると思います、この言葉で。紹介したい言葉は7つなんですけど、でその7つの中に2つの言葉はまああまり使われないかなって思います。まあ使われてるかもしれないですね。私はあまり詳しくないので知らないです。でも紹介するときに皆さんその言葉聞いて、まだ使われてるか使われないかコメントで書いてくださいね。あとまあこういう言葉ね、聞いたことあるかどうか書いてくださいね。それは私は気になります。で、あまり使われない言葉から始めたいと思います。まあ使われないと思う言葉から始めたいと思います。1つ目、コンビナート。コンビナートご存知ですか？それはなんか工場と同じようなものです。そう、ロシアではまだコンビナート、コンビナートという言葉が使われてるんですけど、まあ、日本は使われてるかどうかわからないんです。でも昔は使われたらしいんですよ。はい、でこの言葉はロシア語から来た言葉です。知りましたか？はい、次はインテリという言葉です。なんかインテリってなんかインテリゲンツィアの主略って感じなんですね。ロシア語だとインテリゲンツィアというんです。次は3つ目なんですけど、アジト。あ、発音正しいかな。日本語アジト、そうロシア語だとアギトプンクトと言います。今でも使われるのかな、アジト。うん、どうですか皆さん。そうロシアでも今アギトプンクト使えます。そうでもなんかロシアのアギトはなんかアジットになりましたね。ギはジになりました。面白いです。次はノルマです。ノルマはみんな知ってますよね。はい、で実はロシア語です。はい、でロシア語でも普通に同じノルマと言います。はい。面白いんですね。次はカンパという言葉です。でカンパはそう実はロシア語です。カンパニアという言葉から来ました。そうまたカンパニアの主略になりましたね、カンパ。でそのカンパは初めて日本の会社で働いてた時に知りました。日本語のカンパですね。何かのお祝いのためにお金集めて、でそのなんかお金入れる袋の上でなんかカンパと書いてありました。あれカンパってロシア語から来たんじゃないかなって思って、で調べたら本当にロシア語でした。でも皆さんご存知でしたか？カンパってロシア語の言葉です。はい、次あと2つですね。で次はイクラです。イクラ好きですか皆さん？実はイクラはロシア語の言葉ですよ。なんか日本語っぽく聞こえるんですけど、でも実はロシアの言葉で、そうロシアから来ましたよ。面白いですね、こうやってね、人の移動だけじゃなくて言葉の移動もありますね。で最後なんですけど、はい、何でしょう。なんか私はこの言葉を絶対最後に言いたいなって思いました。でなぜかというと、この言葉はまあこの言葉じゃないですけど、このことは結構日本で人気になったんじゃないかな。まあ人気じゃないかもしれないんですけど、でも多くの人は知ってると思いますね。格闘技の名前ですね。システマです。そうシステマ、ロシア語だとシステマなんですけど、日本語だとシステマというんですね。はい、なんか格闘技の一つなんですね、ロシアの。なんだろう、なんか痛みを感じないような、ことをやってる。まあ私もそこまで詳しくないんですけど、でも知ってる人は知ってる。皆さんご存知ですか？システムについて聞いたことありますか？他にもなんかあるのかな？もし皆さんご存知であればコメントで書いてくださいね。はい、今日はここまでです。動画気に入ったら LIKE とフォロー、高評価とチャンネル登録お願いします。応援もお願いします。また会いましょう。パカパカ、いい一日になりますように。